毎日毎日同じことの繰り返し。まったくくだらねえ。この世は腐ってる。僕はすでに死神のノートを現実だと疑ってなかったが、こうしていろんなことを直視することでますます確信を持って行動できる。人間界の地についた時点でノートは人間界のものになる。つまりそいつはもうお前のものだ。世の中に知らしめる僕の存在を、正義の裁きを下す者がいるってことを。誰かがやらなくてはいけないんだ。自らの精神や命を犠牲にしてでも、このままじゃいけないんだ。もし他の誰かがこのノートを拾ったとして、この世に不必要な人間を消すことのできる奴がいるか。いるわけがない。でも僕にならできる。僕にしかできないんだ。やろう、デスノートで。僕が認めた真面目で心の優しい人間だけの世界を作り上げていく。世界中の人間がもう感じているんだ、正義の裁きをする者の存在を。そんなことしたら性格悪いのお前だけになるぞ。悪だとより僕は正義だ。より弱い者を救い、誰もが理想とする新世界に神となる男だ。そしてその神に逆らう者、それこそが悪だ。さよなら、さよなら、レイペンマ、イソラナオクさん。殺し屋という意味のキラーから来ているらしい。それは少し気に入らないが、僕はもう世界的にこのキラーになっている。キラー、お前がどんな手段で殺人を行っているのかとても興味がある。しかしそんなことはお前を捕まえればわかることだ。僕を死刑台に送るだと。面白い、受けて立とうじゃないか。名乗ったのはキラ事件解決の力になっていただけるかもしれないと思ったからです。あいつも僕も直に接しても騙しよ。知恵比べ、表面上は仲良しのキャンパスメイト。ありがとう、八神くん。裏ではエルなのかキラなのかの探り合い。捜査には協力するよ。そしてキラを捕まえて、僕がキラじゃないことを証明してみせるよ。心よく受け入れてやろう。僕はお前を信じ込ませ、そして全てを引き出し。キラは幼稚で負けず嫌いだ。私も幼稚で負けず嫌いだから。わかる、エル。お前を殺す、キラ。しかし最後は勝ちます。必ずお前を探し出して始末する。僕が、私が正義だ。この賭け、僕の、私の、僕の、いや、まだだ。まだ勝負はこれからだ、エル。普通の人間ならこれでボロを出すだろうが、そうはいかないよ、エル。そこまでだ。矢が未来とらしくない。僕はキラじゃない、僕はキラじゃない。殺していることもはめられたとしか思えない。いや、キラらしくない。この僕が今存在するキラを捕まえたその後で、キラ殺人犯になると思うか。そんな人間に見えるのか。思います。手錠がある以上運命を共にするんですよね。私やライト君が死ぬか、キラが捕まるかです。さあどっち。分かった、龍崎、一緒に捕まえよう、キラ。しかしこの状況は全てライトの作戦通りのはずだ。勝った。まさに計画通りのことは進んでいる。計画通り、元気。死神はどこにもいない。どういうことだ。ライト君はキラじゃない。ライト君は私の初めての友達ですから。これで邪魔者は全て消えた。他の者は僕を信じきっている。これから世界は加速し、どんどんキラに傾いていく。必ずキラが正義になる。お前たちの名前をネットに探すぞ。
してください。名前だけを。どうだエレン、僕の勝ちだ。僕は新世界の神だ。ミサ、今の僕は君と長く理想の世界で生きたい。君も僕と共に新世界の女神になるんだ。こんな簡単に。もうすぐお別れです。やはり龍崎がいないとぬるい。やはりノートとミサの目を持っている僕は最強だ。しかしこの雰囲気は何なんだ。今までに一度でもそこにいる二代目エルがキラだと考えたことはありませんか。いや、もう殺すしかない。お前のことは読めている。必ずこっちが勝つ。それでどれだけ殺し我々は欺いてきたのか。ヤガミライト、キラ、あなたの負けです。そうだ、僕がキラだ。誰かがやらなければならない。ノートを手にした時思った。僕がやるしかない。いや、僕にしかできない。他の者にできたか、ここまでやれたか、この先できるか。言ってもわからぬ、バカバカ。でも僕は刑事だ。キラを認めちゃいけない。殺す。こいつは殺さないとダメだ。それも分かっていて仕事として捕まえたいと思っています。ミサはどうした。だからは お前の負けだライト。最初に言ったよな、お前が死んだ時、俺がお前の名前を俺のノートに書くことになると。結構長い間互いの退屈しのぎになったじゃないか。いろいろ面白かったぜ。